ドコルについて紹介してください。新ブランドコルについて紹介してください。新ブランドですね、うちはですね、どちらかというと今まで、もともとは私が、いいメガネをできるだけ楽しめる価格で、実用できる価格でっていうのが元で、日本の2店舗、新宿、銀座は、始めて、まあ、今もやってるんですけども、なので、どちらかというと、まあ、例えば10万円ぐらいするものを、安く売っていこう、みんなに安く届けようっていう思いで始めてたんですけども、やっぱりそうじゃないメガネも出てきてて、で私そういうね、そういう一点だけのあのメガネっていうのを、まあ1000人に1人が、欲しがるようなメガネ、まあ1000人のうち999人は欲しがらなくても、その中の1人だけはもう熱狂的にもう惚れ込むようなメガネをもう売っていきたいと思ってたんですけども、まあ、なかなかそういう機会がなかったんで、それをもう感覚として、まあ、例えばこういうものとか、本当にその好きな方だけにもう理由もなく届けたいっていうのがあって、コルっていうのは、直感とかそういう自分の中の本能に、正直に従うみたいな意味があって、であとうち誠っていうんですけど、誠は日本語で、誠実とか純粋とかそんなような意味があるんですけど、コルっていうのも、そのような拝む文字、ケルト民族ですかね、古代のケルト民族のそういった意味を、持っているので、ちょうどいいと思って、そのコルという名前で、もう直感的にもう理由がない。